はい、どうも皆さん、こんにちは。今日第2回目です。先ほどね、マナーダムのね、そこ行ってちょっと撮影、しようかと思いましたが、雪がひどくて、もうその先からちょっと行けなかったんで、ちょっと断念しました。それついでにね、去年ですね、2017年の年末にちょっと CD を、中古ですが、Amazon で購入したので紹介したいと思います。こちら、林原めぐみさんですね。一応、スリーアーズシリーズのオープニングかな、エンディングの 曲が、すべて入っている、CD になります。初代のスリーアーズから、レボリューションまでかな、が入っております。3枚組になってます、CD が。今届いたんでね、ちょっと開けてみたんですけども、全然ケースも、すりもなく、傷もなく、大変いい状態で送られてきました。表の方はね、一応額縁がメグさんで、額を眺めてるのがリナということになります。裏はその逆ですね。額縁が入ってるのがリナで、リナを眺めているのがメグさんになります。では中身いきます。こんにちは。と、こんな感じですね。1枚目のディスクがゴールドになってます。ディスク1、金、ゴールドと書いてあります。こっちは冊子ですね。お、なんかレア中かな。で、もう2枚、ああ、そうか、CD が裏返ってた。裏返った。で、もう1枚がディスク2、銀、シルバー。で、もう1枚がディスク3、銅、ブロンズとなっております。一瞬 CD1 枚足りんのかと思った。外れてたって。では、冊子の紹介ですね。その前に冊子の裏に、入ったのが、こちらになります。ミグさんね、スレイヤーズと、プロマイドかな。若いですね。これいつ発売のやつかな。2008年6月の、25日ですね。今から10年前。そんなになるんけ？あ、そこ2018年か。10年前です。ってことは、メグさんが今52、3なんで、42、3の時の CD ですね。でも、今50代ですけども結構綺麗です。スレンダーでね。久しぶりにスリーヤーズの曲が聴きたくなって、メグさんの CD を購入したということです。お腹見えてるよ。では、冊子の紹介です。どうしよう、カメラ、こう縦にするかな、横にするか、横がいいか。まず1枚目、これ完全にめくれんバージョンか。こんな感じで、ゴーイングヒストリーから、ボーナストラック14曲、12、あ、そっか。ディスク1、ゴードが13曲まで、ゴーイン、ゲットアローンから、限りない欲望の中に。で、ディスク2はまだいくんか。ボーナストラックが2曲入ってますね。スレイヤーズ・レボリューション、テレビシリーズのオープニング・エンディング。で、ディスク2が、ゲットアローン、オープニング。さっきのはね、セフティングバージョンってやつですね、ディスク1のが。ディスク2がオープニングテレビシリーズですね。多分、テレビシリーズかな？で、ボーナストラック1曲入って、全14曲で、この世界のどこかで、メグミックスバージョンということになっています。スリーアーツトライアルね、トレイ、トレイス、え？トレイス 3？ よくわからん。と、BGM2 らしいです。収録がこの世のどこかで。
カバー、あ、カバーバージョンか。で、ディスク3ブロンズが、ゲットアルム。これも、ディスク1と同じですね。で、全13曲入っております。なんかよく似た感じのやつが、やっぱ、前と後ろに入ってますね。あと、懐かしの、スリーアーズヒストリーですね。94年3月25日にゲーム、あ、98シリーズか。懐かしな、98って。パソコンから出たんですね。で、その約3ヶ月後に、スーファミ用で、スリーアーズが発売されております。懐かしい。で、翌年95年4月7日から、テレビ東京系ですね。スリーアーズ、初代ですね。が開始。で、同年で9月29日までってことですね。約5ヶ月ぐらい。5ヶ月続いたってことですね。スリーアーズシリーズ1はね。あとはもう劇場版とか書籍、ラジオドラマとか。結構ラジオドラマ買って聞いてましたね。懐かしい、この、映像っていうか。いいですね。で、ずーっと遡っていきまして、2008年7月に、レボリューションが開始ということになっております。それまでね、いろいろ劇場用とか、セガサタン用とか、プレステとか、いろいろソフトが出ております。まあね、自分も、ハードオフで買ったね、やつがあります。プレス1かな。で、スリーアーズミュージックヒストリーということで、昔のね、シングル CD ですね。8センチの。今も8センチなんてないですね。もう12センチですからね。スリーアーズ見てた人には懐かしいんじゃないでしょうか。自分らはね、こっちは福井県ではね、リアルタイムに入らなかったんで、当時はビデオですね。ビデオがレンタルされるまで、待っておりました。こんな感じで。当時はね、すべて CD 買ってましたね。ラジオドラマとかすべての CD ね、発売したら。予約してたかな、確か。と、こんな感じで名場面が載っております。ちょっと今無言にしますね。ヒストリーとかストーリー、こういうの載しておきますんで。よかったら見ておいてください。赤星レゾってね、当時いましたね。名前だけのなんか悪役みたいな感じですけどね。あと、キャラクターと、キャラのその、自称とかそういう特技とかね、そういう、あとが、あと CV が載っております。ホッシーとかね。あ、ホッシーはいないわ。ごめんなさい。松本康弘とかね、めぐさんとか、緑川光、鈴木雅美、小安ね。レゾが小安ですね。で、シルフィールが東間由美です。ヌンサ。ヌンサに、かぶりつけら、かぶ、え、かぶり、噛まれているリナという、こんな感じですね。魚人とファーストキスって書いてあるんですね。どこがファーストキスだってね、食われてんじゃねえかって感じる。次はネクストですね。やっぱ縦にするか。こちら、乙女の祈りですね。メグさんと鈴木雅美さんが歌うデュエット。マルチナ。当時はテニスプレイヤーで言いましたよ。マルチナヒンギスって多分そこから撮ったんじゃないかなって俺は思います。違うかったらごめんなさい。ネクストもこんな感じで、紹介を載せておきます。よかったらご見てみてください。
ゼロスは魔人ですね、悪魔ですね。フィブリゾ。いたなぁ、フィブリゾって。次がトライです。シルフィールじゃなくて誰だっけ？竜人の子。あ、フィリアか。フィリア、クラシマホークですね。この竜かわいいですね。トライも、のしておきます。こっちも見やすいかな。悪魔の、ゼロスと竜人のフィリアは馬が合わない。それはそうですね。アルメイス、チャフーリンやったんだ。ナメクジ化したリナとガウリー家。リナ・インバスファンが選んだベスト名セリフということで、こちらも載っております。もう必殺はね、ドラッグスレイブですね。ドラマあったね。悪人には人権はないという。とりあえずぶち倒すという。それがリナの信念ですかね。12分になったんで、パッパッパーっていきまーす。やりづれえな。ああ、もう時間ねえねえ。もしかすると2部構成になっている可能性もありますんで、よかったら、引き続きご覧ください。中島のね、そこ行って撮影しようかと思いましたが、そこ行く前に、ちょっといつもね、パーツ取り付けるとこでね、マナガグランド行ったんですけども、そこもちょっとやっぱ雪がひどくて、断念して帰ってきました。ということで、今日はちょっと、例の、新年になって第一発目のやつ、それを撮ろうかと思いましたが、ちょっとそれより先にね、イタ社の、広告会社を、宣伝会社ですね、宣伝広告社、羽生広告社やったかな、そこあったんで、そこを最初に撮りました。また近いうちにね、マナガのマナガダムの方はもう行けないんで、冬期、冬期間は通行止めになってるんで、できたらどっかで人があんまりいないとこで、撮影したいと思います。本当はそっちの方をメインで、撮ろうかなと思ったんですけども、予定よりちょっと狂い出して、なかなか今日やろうと思ったんですけどね、ちょっと無理ですね。あとね、今もパラパラって言ってますけど、もう曲紹介ですね、これ。ではもう これで終わりですね。もうあと10秒で15分、なっちゃうんで、ちょっと止めたいと思います。